チョルバは、東ヨーロッパ、中央アジア、中東、南アジア地域で食されている、スープもしくはシチューの一種である。チョルバという語は単に出汁を意味する。中国の新疆ウイグル自治区では、スルパとして知られている。チョルバや、シュルパ、ショルバは、飲むを意味する、セムゴ派の語根 RB から派生した、アラビア語のショルバに由来する。しかし、食の百科事典。 オックスフォード食の大辞典では、ペルシア語のショアとバに由来するとしている。トルコでは、チョルバは、幅広い意味を持つ。文字通りの意味はスープであるが、様々な食材を使用したスープを指すことが多い。以下に、有名なチョルバの種類を挙げる。オスマン帝国のイエニチェリの軍団では、チョルバを共に食べることは、極めて重要な象徴的な意味を持ち、代替指揮官は、 チョルバジという称号を与えられた。トルコでは、チョルバが二日酔い防止に非常に効果があると広く信じられているため、現代においても飲酒した後に、チョルバ、特に、石師兼ベチョルバを出す飲食店に行くのは一般的である。ルーマニアとモルドバでは、チョルバは野菜や肉を多く用いた濃厚なスープで、シチューや具の少ないスープとは区別される。 ふすまを発酵させて作るボルシュという調味料を入れ、酸味をつけるのが特徴である。最も有名な料理は、チョルバデブルタとチョルバデファソレである。ブルガリア料理でもスープをチョルバと呼ぶ。トライプを用いたシュケンベチョルバや白インゲン豆のボブ、チョルバなどがある。キルギス料理とカザフスタン料理では、ショルポとスルパは出汁を広く刺す言葉で、茹でた羊の部位から作るショルポが、 一般的である。トルクメニスタン料理では、チョルバ、タジキスタン料理では、シュルボーと呼ばれる。ありがとうございます。